菊池勝人と佐々木千秋の言霊アルカルト。いや今年は本当に暑い日が続きますね。皆さんお元気でしょうか。はい、皆さんこんにちは、佐々木千秋です。さあ本当にね菊池さん、今年もねとても今年とても暑いですよね。本当にバテちゃって。素晴らしい夏ですね。本当ですね、はい、夏らしい夏を過ごさせていただいているなという感じなんですけれども、暑さに負けずにね皆さんもぜひ頑張っていきましょう。はい、では今回も始まりました言霊アラカルト。この番組は筆跡心理コンサルタントの菊池勝人さんと、セリフを話すという職業についております私女優佐々木千秋が、言葉の大切さや魅力、文字を書くことから見えてくるものなどを言霊として豆知識をまとめたニュース記事的にお伝えしていく番組です。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。それではですね、まずは菊池勝人さんの略歴をご紹介させていただきます。菊池さんは1953年東京生まれで、大学卒業後大手ゼネコンに入社、国内をはじめ国際事業部の一員として活躍され、そして2004年頃から書かれた文字からその人物を診断できる世界に興味を持ち始め、筆跡心理カウンセラーとして法人コンサルティング、講演、セミナーなど幅広く活動を行っていらっしゃいます。どうもありがとうございます。まあ、こういうね番組とかこういう活動を通してね、やっぱり筆跡で見る楽しさとか、はい、無意識で喋ってる言葉とか、こんなところがこう皆さんのねお役に立てる分野の刺激になればね、はい、いいなと思ってます。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。そしてですね、この言霊アラカルトで番組アシスタントを務めさせていただきますのは女優でタレントの佐々木千秋と申します。現在はドラマや映画、CM などを中心に活動させていただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こんな2人でですね、楽しく皆さんに言葉の魅力を言霊としてお伝えできるよう頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは最初のコーナーは言葉の魔法のコーナー。このコーナーは普段何気なく使っている言葉の意味や使い方について、改めての魅力やその影響についてのワンポイントアドバイスを菊池さんの独自の観点で解説していくコーナーです。今回はですね、こんなシチュエーションでの一コマです。はい、ある日言霊商事に勤める千秋さんが上司の山田課長に、今度売り出す新商品についての感想を次の会議で発表するように言われました。その時千秋さんは同僚 A さんと B さんに相談します。さてその際の同僚 A さん B さんのそれぞれのアドバイスから、実は性格の一端が垣間見えるということについて菊池さんにお話を伺いたいと思います。はい、菊池さん、どういったことでしたでしょうか。はい、ですね、例えばね、はい、A さんアドバイスを求めたら、はい、例えば自分の中に、この人は自分の中に非常に強いものがあって、こういうの思いませんか千秋さんとかね、はい、こういう可能性ありますよねとか、はい、私がさ、あなただったらこうやって言うんだけどなとかっていうことを、まあ言う。逆に B さんは、はい、一般的にはさこうだったよとか、はい、客観的な意見を言うとこんな感じなんだよね、それって他の人の目にはこうやって映るよとかね、こういうこと言う。はい、これなんか違うでしょ、 A さんと B さんって。そうですね、アドバイスの種類としてどっちも聞いたことありますけど。あるよね、はい、どっちもあるよね。ありますね。 それぞれね。そうなんだよ。はい、これ例えばなんですけど、うん、まあ、日常生活でっていうよりはやっぱこう重要な決定事項とかがあった時に、うん、そう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 、また分かれてくるんですかね。うん、だから物事を決めるときに、はい、どっち側の今 A さんか B さんか、どっち側に軸足があるのかなってことがあるわけですよ。これは物事の考え方もそうだし、はい、物事を判断するときにその人どっちで考えてんのっていうことになるんだよね。結局最初の A さんの場合は、はい、基準がさ、はい、自分の中にあるんですよ。おー、なるほど。だから例えば一番よく言われるのは、はい、もしね、あなたがさ、私だったら、あるいは私があなただったらこう言うと思うんだよねって、まさに自分の価値観を言ってるわけじゃない。ああ、確かにそうですね。他からどう見えるか関係ないんだよね。うんうん、あなたが私ならねこう言うと思うよとかって言うでしょ。はい、でこれはまさに自分の中にある価値観を人にもお伝えしたいという気持ちがあるわけですよ。
これ A さんだよね。なるほど、そうですね。ね、はい、だからさ、なんていうのかな、自分の内部から出た、うん、あの気持ちとか情報とか、はい、あるいは自分の中にある信念とかさ、価値観とかさ、はい、こういったものにのっとって言葉をついて出るわけですよ、うんうん、なるほど。だからその時に自分がやろうとしてることとか、はい、やることに対してそれでもって考えたいよねっていう思いが強い人なんですよね。私はこう思うのってやつ、うんうんうん、そうですね。だからついつい相手に対して、だからさ、はい、これと思わない、あなたもっていうわけだよ。あ、当然思うよね、あなたもね、私そう思ってるもんっていうのが、まあ言い方よね。あ、そうですね。じゃあ B さんの場合はっていうとさ、はい、例えば一般的にとかさ、うんうん、客観的な意見はっていう言い方をするんだけども、これって、はい、判断するの私じゃないよって話したんだよ。なるほど、うん、いわゆる外部の意見とか、はい、価値観とか基準とか、あるいは期待されてるもの、うん、あるでしょ。それをまず考えて、はい、それで自分がやろうとしてることを考えなきゃダメなんじゃないのっていう考え方なんですよね。あ、だからついつい客観的に見ればこうだねとか、はい、決定的なのは他の人にどう見えるかなとか、それで課長いいって言ってんのとかさ、部長ってそれどうなのとかっていうのはまさに外部の基準で自分を動かそうとしてる人でしょ、うん、そう。 A さんと真逆でしょ。 A さんは私がいいと思うんだもんっていう、 B さんは、はい、うん、それ大丈夫、平気、部長なんて言った、課長なんて言ったっていうさ、はい、外部の基準で自分を動こうとしてるわけですよ。なるほど。こういうのが、はい、普通の何気ない言葉の中にまあ出るわけだ。そうなんですねということがね、はい、普段やっぱり当たり前の会話でこういうのを流してるから、うん、みんな、うん、確かにそういう考え方もあるよねっていうことで流してるんだけども、はい、そういうことを言ってるその言葉を使ってるのが多い人がどっち側かなってことによって一つの軸足になるんですよ。確かにそうですね。そっち側に軸足があって考えてんだな物事。特に社会の中では、はい、いろんな人の目も気になるじゃない。当然だよね。うん、だから今言ったように全部 A さんタイプでいけるかったらいけない人もいるよね。いますよね。当然だよね。いますよ。やっぱりどういうふうに見られてるのかなとかさ、うん、これってちゃんと分かってもらってるのかなとかさ、うん、人のことを気にするっていうのは必要じゃない。うん、そうですね。でも最終的に決めるのは、はい、誰って言った時に私っていう人と、いや皆さんがいいのがいいですっていう人はやっぱ違うわけさ。確かに。こういうところに出るんだよね。もし私がですよ、うん、上司の立場だったらこれ課長に確認したかなって多分確認しちゃうかなってなんとなく。サラリーマン組織の場合は、はい、課長なんかも例えば、はい、それ、うん、いい、俺いいと思うけどさ、部長なんて言ってたとかっていう人いるじゃん、はい、でこれはまさに部長の基準が知りたい。うーん、だ俺はいいと思うけどまあちょっと分かんねえなみたいなさ、うそういう中間管理職の人もいるでしょ。そうです、ね、世の中には。そう、言わなくてはいけない立場の方もねいらっしゃいますからね。いいでしょ。だからますます困る担当者もたくさんいるんだよ。うん、課長はいいって言ったのに部長もダメだって言ったけどどうすんのじゃあ私はみたいなさ、その中で、はい、自分がどこまで押し通せるかってことは一つの大きな、まあ、あの立ち位置というかさ、考え方だよね、はい、そうですね。こうね、あの本当皆さんもね、リスナーの皆さんもぜひこう課長、部長、社長からですね、こう重要な決定を下す判断をね、いただくときに、うん、まあ、どっちなのかな、この女子はっていうふうに見ていただくと面白いかもしれません。かもしれませんね。そうですね、はい、なんてことはないですけど ね、 そうですね、見ると面白いと思いますよ。はい、ぜひ参考にされてみてください、はい、いや本当ね、あの今回もですね、あの本当に面白くて毎回こう繰り返し聞き直したいという、ね、方も、ね、多いんじゃないでしょうか。 ありがとうございます、はい、そんな方はですね、はい、番組放送後1週間以内に YouTube でアップされるこの番組、アルファベットの大文字で言霊、カタカナでアラカルトというふうに検索していただきまして、映像配信版をぜひ何回も再生してご覧になってください。ありがとう。はい、でなおですね、このコーナーでの菊池さんからのアドバイスなんですが、あくまで情報提供としてのものなので、一般的によく使われる言葉や表現から出てくるフレーズなので聞き逃さないように注意していただくとともに、何気なく使われている言葉の裏側にあるその人の意識を言葉から探り見極めていくことで、相手とのより良いコミュニケーションに活用していけるのではないかなと思います。そしてですね、これはまあ他人ばかりではなくて自分自身を知ることにもつながっているスキルなんですが、あくまで参考にするものであって断言するものではないこと、くれぐれもご注意ください。
いかがだったでしょうか。何気ない言葉や言い方でもその人の心の奥底にある意識が隠れてるかもしれません。まさに言葉の魔法です。次回も楽しみです。以上、言葉の魔法のコーナーでした。千秋のマンスリーソング。さて、このコーナーは私佐々木千秋のお気に入りの楽曲をかけさせていただくコーナーです。今回はですね、井上陽水さんの少年時代を選ばせていただきました。はい、まあ、今年ですね、平成最後の夏と言われて、ね、いますからね、まあ、夏と言ったらこの曲かな、平成の夏の曲は私はこれかなということで選ばさせていただいたんですけれども、まあ、平成2年の曲になるんですね。はい、でこの、まあ、少年時代なんですが、なんとですね、電車好きの、鉄道好きの菊池さんにということで、別にそういう意味で選んだわけじゃないんですけれども、1997年の9月の27日から2000年の12月31日まで、西鉄の大牟田線という線があるんですが、今現在は天神大牟田線という線になるんですが、こちらの特急列車で、大牟田駅に終着する時の車内チャイムとしても利用されていたということで、はい、とてもね、いいですよね。はい、ちょっとね、少年時代ということで、まあ、夏終わった時に聞いてもいいですし、夏この暑い時にね、聞くとそれだけでもなんかちょっと涼しい気分になれるんじゃないかなと思いまして、まあ、平成最後の夏ということで選ばせていただきました。改めまして、筆跡や言葉の使い方などに注目しておりますこの番組、言霊アラカルト、担当は菊池克人と佐々木千秋です。続いてのコーナーは字は体を表すのコーナーです。さあ、このコーナーは筆跡心理コンサルタントの菊池さんが文字の書き方によってその心理などの分析について、その実態を見る時の簡単なワンポイントアドバイスをしていただくコーナーです。私がですね、ノーインフォメで毎回菊池さんからご指示いただいた字をですね、はい、事前に書いてきておりますので、その書いた字を実際に診断いただきながら解説をいただきます。でちなみにですね、ラジオなのでそのポイントは言葉で説明していきますが、実際に見てみたいという方はこちらも YouTube で再編集映像配信版も合わせてチェックいただきたいと思います。そして詳しく勉強してみたいという方はぜひ直接菊池さんの事務所、株式会社オーライアンと検索いただきましてですね、ご連絡をお願いします。はい、それでは菊池さん、早速ですが今回は文字の字という字ですね、という字を書いてくるようにご指示いただいたので書いてまいりましたが、はい、ありがとうございます。はい、早速ですね、診断の方をお願いしたいと思うんですが、ドキドキです、毎回はい、お願いします。はい、まずこの字を見てすぐに分かるのは、はい、字という字を書いた時に、ゆかんむりの、はい、最初の第1画目と第2画目、はい、この部分ね、はい、いわゆる第1画目の第2画目の部分に隙間があなたは空いてないんだよね。ぴったりについてますよね。そうなんですよね。でこれをつけるって、はい、ものすごい神経を使ってるはずなんですよ。だってこの1点しか合うとこないんだから。そうですよね、うかんむりの一画目を書いて、一画目はいいよ、どこに書いてあって縦線ピッとくるじゃない、はい、二画目の書き出しをそこにピタッと合わせるって大変なことだよね。そうですよね。でもやってる人は無意識でやってるからそういうもんじゃないんですかって言うんだけど、そうです、あなたの場合はこれをピタッとつけてるんですよ、はい、その一点に正確に筆を落としてるよね、はい、ということはこれは教わった字なんですよ、あなたが。うん、なるほど。ということはあなたの中に、はい、決まりを知ってるんだったらちゃんと守ろうよっていうのが実は当たり前としてあるんです、はい、守ろうよとも言いません、はい、当たり前だからそうです、ね、自分の中で違うの、だって決まりって守るためにあるんでしょっていう考え方があるから、はい、決まりを守るなんて当たり前すぎちゃって口に出すことはないぐらいの人ですよ。なるほど。だから決まりそのもの関係ないよっていう人に対しては、はい、何言ってんのって思うこともあると思いますそういう人は結構そこを開けるんですよ。縦線書いた後、ね、はい、そこにピタッと合わせる気がないので適当に開けて書き出すんです。あ、ゆかむりのこのところ、あの一番2画目のところ、2画目のところ自由に書くんです。開ける方もいらっしゃるんですね、はい、いますね。でこの人は結構自由に書いてるんですよ、合わせる気がないから。これは
決まりは知ってるけど、はい、別にいいじゃんこれでもっていう発想だよね。これが普段の生活にも出てくるよねってことなんだね。なるほど。決まりは無視するわけじゃないけど、はい、いいんじゃないさこんなふうに考えたってっていうのはどうしても出るというのはまあ、ね、無意識の中で動いてる。もうだからこうくっつけちゃう人っていうのはこうなんかこう突拍子もないことをちょっと苦手だったりするんですか ね。あ、そうなんですか、うん、あ、そうだ。ほんで今ごめんなさい、ちょっと言い方間違ったんだけど、はい、うかんむりは、はい、点が最初ですよね。そうですね、点が最初で2画目から3画目を書くときに、はい、まあ、ピタッとつけるかつけないかってことですね。なるほど。でカタカナのうという字のようなものが入るから、まあ、うかんむりっていうわけだけども、はい、最後に 1,2,3 画目の角をまた左にスッと書きますよね、はい、返しますよね。そうですね。このうの最後の部分が、はい、あなたは角張ってるよね。はい、私角張ってます ね、はい、で なんかおかしいんですかっていう感覚なんだけども、はい、これも結構丸く書く人もいるんですよ。え、そうなんですか、うん、これもあなたは教わった通りの行動をしてるんです、はい、これってこうやんなきゃいけないよね、だから私こうやるのっていうところがまあ身についていて、はい、それを疑う気持ちもあんまりないんだけど、はい、ここが丸い人いるんですよ、面白い。だからうっていうかうという字なんだけど丸く書かないね、角をふっと丸く書く、これを丸く書いちゃう人ね、ごめんなさい、はい、丸く書いちゃう人ね、はい、こういう人って行動面でもとっても柔軟性が高い人なんです。そうなんですね。柔軟性が高いっていうといいような表現に聞こえるかもしれないけども、はい、そういういい悪いの意味ではなくて、はい、決まり事にあんまり左右されずに自分なりの感覚で動きたいと思ってる人ですね。なるほど。いいか悪いかは評価になるの で、 そうです、ね、評価そのものはここでは関係ない話なので、むしろ決まりは知ってるけど私はこうやって動きたいんだってことを動く人ですね。面白いですね。こんなことがわかる。それから、はい、うかんむりの中にある子供の子っていう字あるでしょ、はい、それの寮っていう字を書いた時に、官僚の寮っていう字を書いた時の一番下、跳ねる人と跳ねない人いるんですよ。あ、そうなんですか、うん、これもあなたはしっかり跳ねてるじゃない、はい、子供って書いた時に、はい、下をちゃんと跳ねる人と一緒なんだけど、跳ねます一番。あなたにとって当たり前だよね。はい、当たり前です。多分当たり前だよね、はい、だって跳ねると教わったもんねそうですね。でこの分を跳ねるっていうことは、はい、これはさっきと違って、はい、結構ねエネルギーを使うんですよ。エネルギーを使うってことはグッと筆を押さえて一回跳ねてから横線に入るでしょ。はい、そうです ね、 ね、要はこれをきちっと跳ねる人というのは、はい、今言った通り最後きちっとやろうよって思いがとっても強い。要は最後だからちゃんとやろうよ、最後にちゃんと神経集中しようよって気持ちがあるんだよね。なるほど。それで跳ねた後横線を引っ張るって考えるわけですよ。あ、確かに。跳ねない跳ねない人は、はい、跳ねない人は、はい、その量という字、官僚の量という字を途中まで書きながら、はい、次横線を引くって考えてるんですよ。だから跳ねなくて、跳ねずに途中なんだからいいじゃんっていうことで跳ねずに横線を引っ張るということをやるんです。こういう方って最後までしっかりやるよりもちょっと臨機応変に考えたらいいんじゃないのと、まずかったらやめちゃえばっていう感覚がありますね。あるいは過去のものに引きずられない、最後までやることが大事かどうかほんの分かんないじゃんっていう感覚ですね。あ、なるほど、そうなんですね。そうなんですよ。結構ね、はい、物を頻繁に作り続けたり、はい、テレビの制作なんかをやってる方々は、これが跳ねない人も多いらしいんだよね。あ、要は忙しくて、はい、先週やったことの反省とかいいから早く次のことやれよって言われてると、もういちいちやってないような、もう次、はい次、はい次っていうテンポでやらされてると、だん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 、はい、そういうふうなものが訓練されていってしまうということが言われてますね。確かにそうなのかもしれないですね、うん、私この跳ねた時ですね、やっぱこう気持ち残したまま横線にスッと行ったんですよ、うん、そういうことですかね。 そうね、だからそういうのがさ、はい、字だけじゃないってことなんだよ。そういうことですね。普段の行動も、はい、そうなんだけど、でも普段の行動って残んないじゃない画面に。そうですね、どこにも、うん、でも字は残ってるでしょ。残ってます。これを読み取ることによってそういうのが分かるよってことなんだよね。なるほど。あとあなたの字で分かるのは横線がやっぱり全体のバランスからいて長いんだよ、はい、あ、長めですか。長いです、ね、字っていう長いね、子供の子はね、横線が長いよね、はい、これ長めに書く人ってのは、はい、やっぱりある程度自分の専門性とか、はい、高いスキルとかに対して前向きに考える傾向が強い人なんですよ、はい、あ、そうなんですね。だからあなたの場合はどういう部分でそれがあるのかまで分かんないの。でも字の中に現れてるから、あなたが大事にすべきなのは、はい、自分のスキルとか専門性とか、それを高めること、はい、それに対して関心が高いなってことを自分で知っておくってことですね。そこでモチベーションが生まれる可能性が高いよ
っていうことで、今現在あなたが専門的なものに長けてるかどうかは関係ないんです、はい、自分の中にそういう意識があるんだったらそれ生かす場を見つけたらっていうことなんですよね。なるほど。それがあなたのあなたらしい生き方になる可能性が高いよね。そうです ね。じゃあちょっと専門性を自分の中で、あなたにとっての専門性、あるいはあなたが感じるスキル、高さ、好きの高さ、そういったものがどこなのかなってことは自分の中でこう見てみるといいね。ああ、そうですね。それを磨くことはあなたにとって、はい、多分苦痛ではないと思う。はい、そうですね、楽しいと思うよ。はい、もうおっしゃる通りなんです私の中では。そうですね、確かにそうですね。そうだね。はい、もう専門性をこれからちょっと磨いて見つけていきたいなというふうに思っています。はい、ありがとうございました。いやもう本当にね毎回汗が、変な汗と変な笑いがね、図星の笑いが出ちゃうんですけれども、いや本当にね、字って面白いなっていう風に感じますね。ありがとうございました。どうもありがとうございます。はい、皆さんいかがだったでしょうか。まあ、いろんな方とねコミュニケーションを図る上で、まずは己を知るというのも基本の一つだと思います。ただこの筆跡診断、あくまで筆跡からその人の特性を読み取っているだけなので、その特性がいいとか悪いとか、そういった判断を行うものではないことをあらかじめご理解とご注意ください。以上、字は体を表すのコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングのお時間になってまいりました。言霊アラカルト、いかがだったでしょうか。この番組は毎月第2第4土曜日お昼14時30分からお送りしておりますので、ぜひ次回放送も同じ時間お耳にかかりたいと思います。菊池さん、今回はいかがでしたでしょうか。いや、いつも思うんだけど本当に早く終わっちゃってさ、もっともっと言いたいことがたくさんあるんだけど、しょうがないやな、これもな、また次回ちゃんと話してください。もう次回もね、はい、楽しみに聞いていただきたいなというふうに思ってます。はい、はい、そしてですね、この番組ではお聞きの皆様のご感想、ご意見お待ちいたしておりますので、どうかこちらまでお願いいたします。ファックス番号0473033974、0473033974、メールアドレスは fmu@fmu.co.jp、 fmu@fmu.co.jp、 ことだまアラカルトまでお待ちしております。それでは言霊アラカルト、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は菊池勝人と佐々木千秋でした。ではまたお耳にかかりましょう。